また質問に答えます。植え替えしながら、質問に答えましょう。はい、質問がなくなるまで質問答えましょう。はい、今日は、はい、ラブリーラブリーラブリーローズラブリーラブリーは別におるけん。ラブリーローズ、ローズ、うるせえな、これ強いけんね。どうぞ増えるな、めっちゃ増えるな、めっちゃ増えるよ、うん、私100%よ。そうな、カットしてもめっちゃ増えるで、私100%やけん、カットもいいけんな、3個ぐらいいけん、うん、それじゃ行きます。大丈夫？大丈夫だよ、伸びたくない手が止まるよな、止まらないよ、まあ、これ聖徳太子駅、どうぞ、待ってる、大丈夫、待ってる、もうちょっとしてからしようか、待ってる、手が止まると待ってるんじゃない始めたら猫切れや、猫切れや、はい、すぐ止まったら困るって、止まったらお前自分でやれや、なんでよ、分かった、トマトは自分でやれよ、ね、いいサイズ感を見ながら入れてよ、うん、そうです、それはこいつのセンス、うん、サイズ感を見ながら、俺は3つとか4つとかくっつけろよ、真ん中にくっつけて植えろよ、分かる、それで根詰まりさせて可愛くさせるんや、はい、な、秋冬に向けてな、分かるか、はい、はい、それ本当に刺さるから、そうです、そうです、大丈夫？いいよ、はい、いいよ、はい、質問です。おい、石化は自分で作ろうと思ってできるものなのですか？できません。なん以上だいたい葉刺しにしたら確率で違うけど、もう石化しやすいのはパンジーとかアリエルとか、あ、その辺はもう 50% 以上石化です、葉刺ししたら、うん、ありがとう、それは何でですかって分かりません、わからんな、わかりません、でもこれみたいにさ、全く石灰にならんのもるやん、うん、ラブレローズ、そうそう、うん、だからわかりませんね、と思ったらなるのがあるやん、うん、ね、そういうことやな、昔はだって高かったんで、石灰ってめちゃめちゃ値段高かった、そうそうそう、なんか 今やからこんなになっちゃったけど、うん、昔はめっちゃ高かったな、そうです、そうです、そういうことです、うん、ありがとうございます、はい、はい、どうぞ、質問だけ、いや、全部読んでください、土の再生についてリクエスト答えていただきありがとうございます、ありがとうございます、これから自信を持って使い回しできますって、自信を持って言ってくださいジュニアさん、裸足を埋めるのが丁寧で早くなっててびっくりしました、ありがとうございます、調子乗ってないよ、なんでよ、いや、春に作った寄せ植えですが、アドバイス通り鹿沼 100% で育てないつもりでやりました、はい、まだ全体的に保ってますが、枯れ葉取りをしたら隙間が空いてきました、はい、これは植え替えでしょうか、それともセダムなどを足していくのがいいでしょうか仕立て直しの方法があれば教えてください、月々です、月々自由へ行け、何でもできる、うん、ね、で隙間ができるということは植え方が優しすぎるとか、お水が足らないから隙間ができる、うん、ね、で鹿沼でしてるならその余計水を週2回とかあげないと隙間がいっぱいできちゃう、ね、じゃあできちゃったらできちゃったら全部やり直してもいいし、隙間にセダム入れてもいいし、自由です、うん、ね、OK？でまた涼しくなったらさ、お水あげたらそこがまたこうなるかもしれんやん、大きくなる、あ、でも育てんって言うわけやん、そうそう、うん、育てんねん、いろいろやな、そうそうそう、うん、よいしょ、さあ、春夏用の土と秋冬の土の配合は変えた方がいいのでしょうか、もう一回読んでくれます春夏用の土と秋冬の土の配合は変えた方がいいのでしょうか、それはその意味がもう分かりません、春夏秋冬の土やろ、配合を変えた方がいいのでしょうかって言うやろ、うん、いやだって一年中こう行くのにどういうことっていうの、うん、春夏秋冬土植え替えるんですかっていうこと、そういうことやな、植え替えたらダメって言ってるやんそんなに植え替えたらダメ、安全な道を行くならもう、水はけのいい土、うん、ね、
で水やりがあんまりできないのっていうわがまま言うよ。やったらちょっと水持ちよく赤玉入れたりなんかいろいろできるやん。そういうことで、そんなにね、植え替えるもんじゃないの。あの根詰まりさせてからが多肉の可愛さを引き出す時やけな。植え替えたらダメ、1年1回とか植え替えたらダメ、可愛くない。どうさ、そうな、はい、補足してくださいよ。いや、そう、その通りで思います。思います。はい、ちょっとそこが気になります。はい、ごめんなさい。ちょっとあの何向き、苗の向きを、そうです、うん、そこがもうセットやけな。そうそうそう、最初ちゃんとしとかないとダメ。あのね、これラブリーローズは茎がこう出てくるけ、茎が伸びてくるけ、今カズ君のやってる方向やとこっち向き、あっち向き、こっち向きってなってるけ、これはまっすぐしてあげた方がいい。はい。なんでお前いいこぶってんの。いいこぶってんの。はい、次。多肉初心者です。よし、サランラップ作戦やってみました。おお、イエス、芽が出ますように。はい、あれどういうこと。あ、まだ出てねえな。昨日言ってたよ。あ、じゃあそれサランラップ補足します。絶対直射日光とか、そういうとこ置かないように、もう部屋の中とか、うん、まあ、日陰とかでやってください。涼しいところな、この時期はな。ああ、そうそう、今まだ温度が高いから。な、その辺ちょっと理解しないといけないことになりますね。うんうん、でもあの蒸らすという分にはもうサランラップ最高です、ね。うん、秋冬用でも最高です、うん、ね。分かった。はい、イエイ。お、初心者におすすめの寒さに強く綺麗に紅葉するめちゃ皮で絶対買うべき品種を教えてください。ありません。日比谷やフェズの参考にしたいです。ありません。そんなに変わらない、変わらないです。変わらない。こう、なんていうかな、一緒なんよな。一緒、全部色変わるし、このラブリーローズだってピンクになるし、うん、な、これキャラリア真っピンクになるし、うん、な、そういうことよな。で、強いとか弱いってあんまりそういうね、そのない、うん、あえて言うなら、そのね、あえてたまに言うけどパンジーとかああいうのは強い感じがする。で、強いって言っても根がどんだけ張ってるとか、そういうのも関係してくるから、そういうこと。どうさ。どうさ。そうやな、うん、で参考にするって言うけど、まあその時のおすすめをな、いろいろあるし、どんどんみんな好きやから、うん、あの買いすぎるけんどんどん変わるけど。ね、な、人気とかは変わっていくもんな。そうそう、な、それで好みも違うや、一人一人な、うん、爪が好き、うん、何が好き、ひらひらが好きってな、うん、でそれはもう自由やけどな、うんうん、そういう感じ。どうさ。次、土の再利用は葉差しの時だけですか。保護で鉢上げしたものを植え替えする時にポットに残って入っていた土は廃棄でしょうか。いやいや、それも自由よ、うん、そんなのないよって言ってんな。それをさ、こうもう、あ、これまだ使えるねって思うか思わないかだけ。そうでしょ。葉差しったってこれもうずーっとこのままやからな、一生ことでしょ、うんうん、で好き好きよな。でそういうとこね、人の言うこと聞いたんだね。ね、そうでしょ、うん、ね、自分がいいと思えたらいいし。そうそう、別に多肉に関しては影響ないですよって言ってるじゃん、うん、そうやろ。なんかあまりにもなんかカビが生えちゃうとかはさ、ジラジラしてるやん。そうそう、うん、そういう人もおるじゃんか。で、あとなんかあまりにももう土がないぐらい根鉢になってるのとか、わざわざこうしてまで使わないやん、うん、そうそう、だからな、自分がどうしたいかな。そうそう、そういうこと、そういうこと、そういうことなの。うん、いや、気にしないでいいですよ。はい、条件によっては鹿沼でも葉差し成功するだろうけど、うちは成功率が低いのでビエールさん真似てふかふかな土作ってみようと思います。根はボーボー出るけど芽が出なくて葉が枯れ始めています。
だけどそういうもんじゃないっていうな、うん、な、鹿沼だったらどうなとかな、いうことじゃどんな土でも出ます、葉差しは。じゃあ鹿沼やったら乾きすぎるからお水の量を増やすんですよとか、そういうもう重ねた考え方がいりますよっていうな、うん、で固まったらダメ、自分がな、うん、脳みそ固まってしまったらダメや、うん、そうやってな、これはいい、これは悪いって言ったらいかん、みんな何でもできるよ、何でもできる、そうやろ、うん、な。じゃあその種類によっても全然違うし、うん、今じゃあその質問してる人のやってる種類が、あのカルシカしやすい種類とか、うん、な、根っこだ、根っこお化けになるな、なりやすい種類とかグラフトとかエケとかいろいろあるじゃん、うん、な、で、そう、そういうこと、だからできやすいのをすればいいじゃん、うん、そうやろ、ね、根っこだけになるのもあるよ、あるよ、うん、でそれを覚えていけばいいし、あと焦りすぎてるのかもしれんやんそうなんだよ、だから温度でも違うし環境で違うしな、葉差しが大きくなりませんっているじゃん、うん、でそんなにすぐ大きくならないし、うん、じゃさせたいなら肥料を使ってスピードを上げるとかね、そういうことや、水吸わなきゃ多肉はまず大きくならないんですよっていうことをまず覚えんといかん、時間待ってたら大きくなるっていうもんじゃないんだよ、水吸わせただけ大きくなるのよから、うん、ね、いいか、はだしで5ミリくらいの芽が出て、そのまま縦に2センチほど茎が伸びています、うん、芽が出たと同時に日光に当てても大丈夫でしょうかだけどその単純に日光って言って、この今暑い時の強日光をダーンって当てたらもうダメじゃんね、でそういう、だからそうじゃないっていう、そういう初心者さんの考えや な、こうしたらこうなるとか、そういう単純じゃないよっていうな、だから毎日動画やってるじゃんな、直射って強いんだよ今、でこれは気をつけなきゃいけないから、ちょうどいい遮光ってないんだよ、日々違う、雲がちょっとあったら明るさで違うでしょ、うん、そういうもう単純に言えることじゃないっていうな、で単純に言ってる人はバカじゃんそれはダメやな、そういう人はダメな、毎日違うんだよ、雨降り後の日光はもう空気が澄んでるから強烈やしとかな、雲がかかってるとかいろいろあるじゃん、うん、な、でそういう決めつけたらいけないっていうな、でそれをちょっとずつ感覚が大事だよその人のな、うん、だけどもうここでさ、こんなに2センチも伸びるぐらいのさところはもう完全に引っ掛けないやろな、うん、うん、そう、日光が弱すぎるんやろな、うん、うん、そうそう、で肥料を培養土でしてるとかな、あるんだよ、だから全然いっぱいの条件があるよ、いっぱい、うん、なで、そちゃんとその人の言ってるとこ行って見ないと分かんないよな、突撃するぞ今こうなったけん今度はこうやってやってみようみたいな繰り返しが必要になってくるわな、そこの場所で、うん、そう、うん、そういうこと、そういうこと、まあ一気に当てることは危険やけん、そういうこと、徐々に当ててあげましょう、そういうことです、はい、初めてコメントさせていただきます、はい、どうぞ、ジエルさんの動画のおかげで多肉ライフより楽しく過ごせています、ありがとうございます、先日ネルソルを使って初めて寄せ植えに挑戦したのですが、はい、その後の水やりがよくわかりません、土が固まっているせいか水をやっても弾いてしまっているような、水やりのやり方があったら教えていただきたいです、はい、それはね、あのネルソルはうちの商品ではないので、あの偉そうに言えませんが、もう固まったら水吸わないから、うん、小さい寄せ植えやったらバケツに水溜めてそのままボコ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 ってボコボコボコって吸わせてあげないとダメや、うん、水浄土でちょろーっとかけたってダメ、吸わんで弾いちゃうから、うん、ね、だけどそのいっぱい吸わせてあげるときはな、うん、それがいいと思います、あの、うん、うちの商品ではないので偉そうに言うと怒られますね
すごい。じゃあねーって。なになになに。じゃあねーって。じゃあねーやってやろ。昨日言ったね。昨日。あんたがいないから最後何言ってるか分からんけど、もういいや。じゃあねーって。じゃあねシュアラブうまく裸足できなかったんだな。もう少し苗が育ったらまた裸足に挑戦してみます。そう。裸足ってね、そんなね、難しくないんだよね。ね。でも言ってるよ、ここ。何？裸足、一番最初の葉を取る段階が一番難しいって。あ、外っていうこと？葉っぱを取る作業。葉っぱを取る作業、うん、どうやったら成長点を残して取れるのか。だからその動画を見てください。そのな、こうコツやろ、こう葉っぱを取る作業やろ、ね、こんなのは引っ張れば取れるけど、成長点やるし、うん、どうだ、それが難しいで取りやすい種類とか、うん、水を吸ってる吸ってないで全然取りやすさが違うんだから、それを、試してください。水パンパンの時は成長点が茎に残りやすい、うん、水吸ってパンパンの時はざししようって言ったらな、うん、逆にシワシワの時は取れやすいけども、うん、シワシワすぎて成長しません、うん、ね、だけど程よく乾いた時が一番簡単、ね、じゃあ俺なんか外から取るけど中から取る人もいるし、うん、いろいろじゃん。せやろな、いろいろやり方自由なんで、取りやすい、あと種類で全然違うけ、取りやすい葉っぱ、取りにくい種類、いろいろあるけどね、うん、どうなのさ、もういつもここでつまずいてる気がする。何？葉っぱ取るの、うん、どうで私を取るのな。どうぞ、うん、どうぞ、頑張って慣れるしかない一周は無理だよ。一周はじゃあ取りづらいよ。二周目から取りやすい。え、これ浮いたまんま取ってるんじゃない。ああ、そういうこと。ああ、抜いて取ればいいや。浮いたまんまで私も苦手やな、うん、俺なんか絶対裏返して取るし、うん、人によって違う。俺なんかこの向きで取るけどな、うん、このまま取らん、こう植えたまま取らんし、うん、このまま抜いて反対側してこうやって取るやけ、こうボンと簡単。こうラブリーローズやけ 100% よ、ペン、うん、分かる、うん、どうさ、無駄遣い大事。何？無駄遣い大事。どういうこと100均タネ君どうなりましたって。え、100均タネ君どっかにある。見てないな。どっかにある、はい、無駄遣い大賛成、パパの配慮に感動しました。どういうこと私の無駄遣い。ああ、そういうこと、うん、無駄遣い先生かもな。子供相手も我慢してんねや。はい、な、思いっきり羽を伸ばしてお尻もね、好きなだけ買ってやるっていう勝手な子育て理論おかげで物欲がない子に育てました。与えすぎ、与えすぎでもう何も欲しがらない子供になってしまいました。ネットや動画で調べてたときはズボラな自分には無理かもと思って始められなかったけど、リールパパさんが多肉は強いから大丈夫とか、まずはやってみて、多肉は可愛い、多肉楽しくやろうと言ってくれる動画を見て、今ではすっかり多肉沼にハマり始めています。ようこそ沼へようこそありがとうございます。秋と聞くとワクワクしますね。質問ですが、今回の植え替えている多肉はだいたい裸足からどのくらい経過しているのでしょうか。ああ、そこも言いたいですね。参考程度に知りたいです。はい、はい、要するに裸足もそう、育て方で全然調整できますね。ぜひ、そう、これは何ヶ月か、何ヶ月の苗ですかとかよく言うけども、うん、もう環境で全然違うけん、
ね、じゃあ俺の6年前の苗は同じ大きさでいますし、うん、ね、で大きくしようと思ったら肥料をぶち込んだり、水ガンガン吸わせたら好きなだけ大きくなるし、そういうことで、これがどんぐらいですよっていうのは作った人しかわからないし、ね、じゃあやる気でスピード出していったら可愛くないけどでかくなるしな、じゃあ8ヶ月でこんな25センチとか30センチになるやり方でな、そういうことです、ね、でその見た目とか決まってないっていうスピード、ね、スピードはもうその環境で決まりますね。どうぞ、はい、伝わった、うん、聞こえた、うん、いい感じ、うん、終わんないけど、すいませんうわまだまだ行く、何もうこのぐらいしときますか、あた暖かいので今日涼しい言ってしまいました。で今日なんかムシムシ感がすごいな。そうだ、ムシムシ感深い指数、うん、深い指数です。じゃあ僕らしよっか、はい、なあ、ね、今日ぐらいね、お知らせ、今日ぐらい、この前インスタグラムでした、第2回リュエル写真大会、うん、発表があります。はい、今日ぐらいって言った、今日ぐらい、そう今日ぐらい徐々に、あ、今日リエル、もう今日出します、何時か分かりませんけど出します。今日、はい、あ、言っちゃった、分かります、頑張ります、はい、はい、もう言っちゃいましたので、はい、どうぞ、はい、いいですよ。はい、じゃあよかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。